組レフェリー太田純一。プレリミナリーファイト第1試合、クラッシュフライ級、クラッシュで最も軽い階級の一戦です。アンダー51キロ契約です。解説は石川直樹さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。石川さん、どちらもアマチュア経験豊富で無敗同士の一戦、楽しみですね。そうですね、18歳で2人とも無敗ですからね、はい、もうとにかくね、自信と勢いしかないと思うんで、はい、この試合はですね、本当僕ね、本戦でも全然遜色ないぐらいの2人だと思うので、はい、本当にご期待くださいっていう試合になると思います、はい、今第1ラウンドのゴングが鳴りました。青のグローブが安尾龍樹、赤のグローブが長野翔。3分3ラウンド、延長はありません。画面手前が長野。石川さん、どんなところに注目していきましょうか。2人ともですね、空手出身とは思えないぐらいまずパンチの技術も高いですし、はい、攻防の技術も本当に高いですね、はい、で長野選手、まあ、自分のパンチに疑心を持ってるっていう背景がすごく左のミドル持ってるのがすごく見えるので、シルバーウルフ、自分の所属チームで先輩たちとバシバシと力強いスパリングができてるんだなっていう背景が感じられますね、はい、ワンツーは赤のグローブ長野、そして前蹴り、左のミドルは安尾。この左のミドル一つ僕のポイントですと話しました安尾。フックからワンツー、アッパーも見せていく長野。石川さん、この両者、はい、空手の時代も含めてですね、4度の対戦経験があると、そして3勝1敗で長野が勝ち越しているということなんですね。そこまでの因縁があるんですね。そうですね、長野選手は5度目の対戦もうしたくないと思わせるなんていう話もしていました、はい、いや、それはね、こういうね、 K1 グループというかね、はい、クラッシュのリングで対戦っていうのは素晴らしいですね。でもね、空手とキックボクシング、クラッシュルールが、まあ、大きく別競技ですからね、はいはい、左ミドル、青のグローブ安尾、距離詰めていく、そして右のハイから回し蹴りも見せていく。まず2人ともこのフライ級と思えないぐらいに攻撃が重いですよね。そうですね、はい、早い、そして重い展開、うん、特にこの長野選手パンチの重さすごいですね、はい、左ボディもたまに振ってくる、あれいいなと当たってましたよね、はいはい。まあ、長野は試合前もパンチで倒したいという話ありました。2戦2勝ですが、ここまで KO がないのが長野、2戦2勝でここまで 1KO が青のグローブの安尾です。右のミドル、いや、僕もね、安尾選手がこれまでに、はい、クラッシュ EX のリングで戦っているのでですね、特に前回の試合、とんでもない選手が出てきたなって思って、そのぐらい、その選手が去年この後楽園ホールで戦っているのを見て、はい、右のローは、うん、本当に今、ね、この若い選手がレベルが高くなってきたなというのと同時にですね、この長野選手も、ね、このアマチュア時代からの因縁がこれがこの決戦になっているそうですね。おっと、左のフック、ここダウンです。いいタイミングに当たりましたね。長野の左、安尾ダメージはどうか、石川さんどう見てますか、ダメージは。そうですね、ちょうど今気抜いたってわけはないんでしょうけど、それちょうど見えてないところだったですかね。ちょっとフラッシュダウン気味といいますか、はい、さあ長野ここは落ち着いています。さあ1ラウンド残り10秒切っている、両者見合って第1ラウンド終了です。石川さん、はい、第1ラウンドどう見えましたか。うん、やっぱ長野選手、まあ、ダウンを最終的にダウン取ったっていうのは、ね、長野選手が自信持ってどんどんですね、今まで勝ち越しているっていうところのなんか自信のある立ち上がりだったかなっていうところで、はい、そこで決定的なダウンを失ってしまったので、2ラウンド目以降ね、ここで安尾選手が巻き返せるかどうかっていうのはまさにメンタルなんですよね。今日は倒し切って勝つんだと意気込んだこちらが赤のグローブの長野、少し笑顔も見えたでしょうか。第1ラウンドにダウンを取られているのがこちら安藤です。どちらもフルコンタクト空手、バックボーンにあります。長野選手のパンチ、攻撃が重いですよね。そうですね、それに対して長野安藤選手が若干ちょっとね、下げられちゃってるっていう印象があるんで、これ、3ラウンドしかありませんから。さあ第2ラウンドが始まりました。安尾ちょっとパンチもらいながら左のミドルを見せていった。そしてジャブから、そうですね、先手で行って逆転の流れを作りたいですね、はい、選手はやっぱ分かってますね。さあこちら安尾パンチでいく、
右ストレートから左のフックも出していきます。回し蹴り、右のストレートは安尾、逆にジャブをついていくのが赤のグローブの長野。ここもジャブジャブ、長野少し引っ掛けるような左も見せていきました。石川さん、左も多彩ですね、長野は。うまいですね、あのノーマルのジャブと、福気味のジャブと、はい、左ストレートっぽいジャブと前蹴り、左が強烈な、武器になってますよね。安尾は初のクラッシュの舞台、勝って龍騎という名前覚えてもらいたいですという話していました。左ボディは強烈、赤のグローブ長野、逆にミドルを返していく安尾。ここは一旦レフリーが割って入ります。新しく出てるフライ級という階級、はい、ね、この体が小さい選手、やっぱりね、あの10代の選手が多いんですけど、はい、そこにね、あの中心に入っていける2人だと思うので。そうですね、はい、まだ選手層もそれほど厚くないというのもありますから。そうですね、こういった一戦非常に大事になってきますよね。どうしてもね、この、50キロちょっとぐらいの階級なので、はい、やっぱり、ね、若い選手が多いと思います。もうだん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 20代半ば中盤になっていくと、だんだん体が大きくなってきて、はい、フェザーライトって上がってきますからね。おっと、左返した安尾です。リング中央両者見合って、左のジャブは長野、ローからミドル、蹴り技も多彩な安尾、左ジャブは長野、フックからハイも見せていきました。ワンツー、安尾選手はですね、あの足技でいろいろと崩しにかかってるんですよね、はい、崩しにかかってるんだけど、この長野選手が崩れてくれないというところが精神的にはプレッシャーになってますよね、安尾選手にとってですね。リング上見ても長野も自信満々な感じが見えますね。そうですね、崩れないですよね、はい、これはダウンではありません。そこのラウンドの、前半、安尾選手からどんどん、ね、先手でアグレッシブに攻めに行ったんですけど、はい、それに対して長野選手が全く焦ることなく、動じることなく、しっかり返してくるので、左のボディーとなると、ね、スタミナもそうなんです、精神的な部分の、ね、スタミナですよね。そうですね、そこ削られてくるんですけど、ね、安尾選手やっぱりそういう部分もタフですね。パンチ工作、しっかりと攻略しようという気持ちが見えます。左のミドルは長野です。とこれはスリップ、左のフックから右のストレートは長野。ここで第2ラウンド終了です。石川さん、確かに先手を取ったのは安尾に見えましたが、長野がやはり効かないというのがありますね。そうですね、あのしっかりガードをしてるんですよね、はい、長野選手、そのガードをして、全く、体が崩れないので、はい、そうするとね、あの相手にとって圧力に変わってくるんですよね。あの強いパンチを当てて崩していくつもりで打った攻撃が微動だにしないとなると、選手としては気持ちが何クソっていう風に焦ってきます、はい、18歳対決、セコンドの声にも大きくうなずいて、こちらが長野武尊です。対する安尾は K-1 ジム心斎橋レパードに所属していますが、週に2回通って、その他は父親の浩二さんと共に練習を重ねています。さあ、注目の第3ラウンド、今ゴングが鳴りました。さあ、ここ少し激しくなってくる。そうですね、このラウンドもより先手、2ラウンド同様に先手で攻めに行って、野草選手、長野選手を崩しに行きたいですね、野草選手としてはですね。1ラウンドにダウンを取られているのが野草です。長野左のミドル、あ、右のストレート一つ入れた、ジャブから野草、左のミドルキック、おお、ここ回転系の技を見せてきました。長野選手が本当にあのカウンターファイター、アウトボクサーというわけではないんですけどね、はい、この安尾選手の攻撃に対して攻撃を合わせるという、その巧みな、ディフェンス技術、冷静さが素晴らしいですね。第40回、42回、44回の K-1 アマチュアアンダー55キロのチャンピオンに輝いているのが長野、ワンツー、そして安尾ハイキック。ここまで巧みさを見せているのが赤のグローブの長野。対する安尾、一つダウンが欲しい。左ミドルワンツー、
2度目のダウン。長野選手は全く状態が崩れないですよね、状態上半身重心がぶれないんですよね。安尾すぐに立ち上がりましたがダメージはどうか。これまで KO 勝ちがないという長野、今日は倒して勝つんだと話していた、勝った方が上に行く戦い、そう話した長野。こちらもね、はい、逆転をするためには長野選手はもう、はい、安尾選手として攻めるしかないんですけど、そうですね、長野選手が何しろ合わせもうまいし、体幹軸も強いのでダウン取った後も冷静、パンチ交錯、ちょっとよろめいたか安尾。さあ試合時間残り1分、右ストレートからパンチをまとめていく長野。安尾もパンチをなんとか返す、ちょっともみ合いになって倒れました。いや長野これ倒しに行こうとしてますね。してますね、はい、いやフライ級とは思えない、このハンドスピードの速さはフライ級なんだけど、もうねインパクトがフライ級と思えないぐらい、パンチの重さもあるという話、重さが、はい、音もすごいですよね、はい、後楽園ホールにパンチの鈍い音が聞こえてきます。ロキック安尾もなんとか反撃に出たい。さあ試合残り20秒、左のミドルキック、この辺りは巧みな長野距離を取る。今度はサウスポーに構えています。左ミドルパンチ合わせていくのは安尾、前に出る。さあ残り10秒だ、安尾一発が欲しい。ミドルキック長野のミドル、ここで試合終了です。判定に入ります。長野選手強いですね。そうですね、もう実力そのものもなので、まあ、体がとにかく強いですね、はい、やっぱフルコンタクト空手のその実績バックボーンというのは それ嘘ついてないですね。お待たせいたしました、判定結果をお知らせします。ジャッジ山根30対25、赤長野5ポイント差で長野。ジャッジ岡田30対25、赤長野。2人目も長野、26赤長野。以上判定3対0をもちまして勝者赤コーナー長野かける。勝ったのは長野かける。今年中に絶対クラッシュのチャンピオンになります、そう話していました長野の勝利。石川さん、この一戦どう見ましたか。いや本当にこの試合の勝者はあのフライ級の、ね、中心に近づくっていうふうに僕は思って見てたんですけど、はい、それね、この今日ですね、KO こそ逃しましたけど、はい、長野選手、次の試合ではおそらくより今日の感覚を持ってですね、はい、KO ファイターになっていくんじゃないかなという気はしました。注目ですね、まあ、本人も思った通りの距離で戦えたらもう一方的になるんじゃないかなという話していたんですけれども、はい、2度のダウンを奪っての完勝でしたね。そうです、完勝でしたね、完封でしたね、安尾選手のテクニックを全て完封した体の強さ、パンチでしたね。はい、プレリミナリーファイト第1試合クラッシュフライ級の戦い、長野かけるが勝利を収めています。